寺の仏像を打ち壊し、勝った気でいるとは片腹痛い。この上は明王の尊領を表し、書店全身の気髄をもって豪魔の真の姿を見せる。一切湘南を滅陣しようぞ。甚九郎が切りつけた不動様はただの仏像であった。本当の不動様が現れて、それから、ああ思い出せぬ。それにしてもまるで生まれ変わったような不思議な心地。わらわがこうしているからには甚九郎の魂が外か。甚九郎どこにいるのじゃろう。どうなってしまったのか教えておくれ。婚菊ではありませんか。狐は仏殿に入れぬと言うていたのに、どうしたのです。泣いて。どうしても最後に甚九郎様とお会いしたくて、お別れに参ったのでございます。恐ろしい。不動明王の尊きお姿を拝しても、ありがたさより恐ろしい。この乱界に信心などなく、甚九郎に妄執していることなど語らずとも、あの眼差しはとうに見透かしておられる。仏門に入りながら浄土へは程遠い。これまでの所業、己の浅ましさにおののく。恐ろしや。不動明王の力で玉打ちの術は一切帳消しになった。お主は黒蜜に貫かれる前と変わらず、命の心配はいらん。それにつけても肉肉しいやつじゃな、桃姫。散々にわしの足を引っ張ったあげく、ついにはうまく助かりおった。とは申せ、足手まといがいなくなり、おもりもしまいと思えば少しは清々するか。ちょっとばかり地獄に厄介になり、釜湯にでもゆるりと浸かるのは、次なる一手を思案するのにちょうどよかろうて。お主もこたびのことはきっぱり忘れて、せいぜいその面白くもない人生をつつましく生きるがいい。甚九郎、達者でな。この上は明王の尊領を表す、書店全身の気髄をもって豪魔の真の姿を見せる。一切湘南を滅陣しようぞ。村政めふかしよって正気のかけらも見当たらん。神仏両断とは名ばかりよ。かくなる上はこの甚九郎、今さら悪あがきはするまい。しかしながら、ここに来て愉快でならぬ。この体の持ち主には一片の罪もなく、もし詐称の罪があったとしても原因はこちら。その咎はわしに課すべきよ。だが今や一体の我ら、まとめて罰せられるのだから、仏の慈悲も口先ばかり。北総園で死んでゆけるわ。それほどまでに娘を助けたいか、甚九郎。一心に願うその心、悪とはいえど一筋の光明を見る思いじゃ。その口車に乗せられて、娘は元に戻してやろうぞ。
安堵して地獄へ落ちる。お越し入れの話お聞きになりましたか？もちろん、私たちのところでもその噂で持ちきりです。お約束があったとはいえ、取り潰された家の姫、家中に反対されても若様は頑として譲られなかったとか。では雪の城様のお心は変わらずに？まあ、なんと心打たれるお話でございましょう。若君は男前ですから、妬む女中もおりますが、相手は初々しいお姫様。噂をすれば桃姫様。あれあれ、何やらただならぬ雰囲気。桃姫様、なんともったいない。早まってはなりません。仏道と申しても悟りを得るのは難しゅうございます。ましてや見るからに可愛らしいお姫様、どうして同心剣吾に出家を遂げられましょう。浮世に心残りはありません。これも仏様のお導き、考え抜いた末に決めたことです。これは桃姫様、悪いご了見、お泊まりくださいませ。尼になるなどとんでもない。止めないでおくれ。何があろうとこの決心は変わりません。間もなく祝言だというに、何故心変わりなされる。もしやこたびのこと、雪の城の罪滅ぼしとでも我が真心をお疑いか？それともこの雪の城にお気に召さぬところがおありなのか？ならばおっしゃってください。改めましょう。雪の城様に不足などありましょうよ。天涯孤独のわらわを引き取り、その上懇儀のお申し出、本当にもったいないこと、感謝の言葉もございません。しかしながら、このまま幸せにはなれ。己の悪行を悔い、今度こそ改心して御仏のお心に沿いたいと思い立ち、全国行脚して一からやり直す所存。旅の途中で果てるとも知れず、これを最後とご挨拶に。あなた様にはぜひもう一度お会いして話しておきたかった。悪に強き者はひとたび改心すれば善にも強きと申します。蘭海様なれば必ずや仏家を得られると存じまする。出家を決意したこの場に来合わせたのも仏縁の導き。桃姫、それではどうあってもその姿を変えられて出家得道すると申されるか？伊豆那神九郎の野望に巻き込まれ、一旦は離れた魂も不動様のご祈徳により、こうして元通りとなりました。今になって思い起こせば、わらわを助けんがために、あの方は進んで地獄へ行かれたような気がしてなりません。そう思えばあまりに不憫で、いても立ってもおられず、せめて今より髪を上げて御仏にお仕えし、あの方の罪業が少しでも軽くなるよう、終生を追善供養に当てたいのです。無理を押してのこの願い、どうかお聞き届けくださいませ。神九郎にゆかりある愚僧がこのような時に訪ね来たのは、まこと仏縁の導きに違いない。あの男のこと、地獄にいようとこれを知れば、いらぬお世話と悪態をつくに違いありませんが、あやつを救う手助けができれば、修行の旅の良き花向け。桃姫様、愚僧が10年をお授けいたしましょう。桃姫の心地よき小姉で響く南無阿弥陀仏の声明や、果たして
地獄の甚九郎の耳に届きましょうか。罰当たりの過ぎる男ゆえ、称名エコーも甲斐なく、見事地獄の鬼を出し抜いて浮世に化けて出るとも不思議ではありません。さて、怪力乱心を語るべからずとは先人の禁言されば、諸人の安寧願い。おぼろ剣百鬼夜行、大略を弁じまして、これにてご免こむります。